はい、どうも西田まさきでございます。早速ですが、私今年40歳になるんですが、実はですね、私、高校を中退しておりまして、最終学歴は中学卒業ということになってるんです。それでですね、40歳を機に私これ始めます。ユーキャン、案件でも何でもないですよ。本当に、まあ、人生40年経って、まあね、平均寿命が80いくつとか言われてるので、人生の折り返しということなんですけど、まあ、久しく勉強なんていうものを、っていうかまあ、昔もしてないんですけど、勉強なんていうものをあまりしてなくてですね、でもまあ、高校卒業の資格ぐらい、持っときたいな、なんていうことでですね、この、ユーキャンさんの方で高校卒業認定っていうのがありまして、それは年に2回試験があるらしいんですけど、とりあえずまあ教材を今から申し込んで、教材が届いて勉強をしてテストを受けるっていうことになると思うんですけど、そちらの様子をですね、この YouTube の方で逐一アップしていきたいなと思っております。そうです、これが私の新企画、西田まさき高校卒業認定を取得するまでの道でございます。早速ね、資料の方を開けていきたいんですが、まあ、これは申し込み書になるんですけど、こういう感じですね。高卒認定試験でございますよ。まさかね、俺がこんなことを考えるなんて夢にも思ってなかったんですが、まあ、高校認定ぐらい取っとこうかなと。こっちはちょっとね、個人情報がいろいろダダ漏れなんで、見切れないんですが、これですね。4月からスタートしたら、この全6教科セット受講の場合は、英語、数学、国語、理科、歴史、公民、の6セットですね。これを受講して、目標は来年の8月を目標にですね、合格を目指して頑張ろうと思っております。いや、まあ、ここはまあちょっと行ったんですよ。3ヶ月、4ヶ月ぐらいは在籍してたんですけど、まあそれで、ね、やんちゃだったんで、学校辞めちゃって、まあそこからもちろん高校も行くこともなく、今もう40歳目前なんですけど、なので、ここで一発頑張ってみようかなと。だからここで、ね、テキスト、削除見直し過去問なんていうものが多分テキストで届くんでしょうけど、英語苦手でしょ、数学、どの数学が苦手、算数はまあどうなんだろう、まあとりあえず全て苦手でございます。唯一得意としたら歴史のある一定の部分、戦国時代とかは好きなので、戦国時代とかはまあまあ得意というか好きっていう感じで、あとの6教科ですか、あとの5教科かに関しましては、私大嫌いでございますし、大の苦手でございます。ですが、これを今からね申し込んで、ユーキャンさんに申し込んで一発合格を目指して頑張りたいと思います。で、この高卒認定っていうのをですね、やりますと、まあ分かりやすく言うと、その高校卒業したということになるので、大学であったり短大であったり専門学校であったりっていうものの、試験を受けることも可能になります。僕は今まだそのなんていうんですか、中卒なので、最終学歴はもちろん大学に行くこともできないし、短大に行くこともできないし、専門学校を受験することもできないんですけど、
この高卒認定っていうやつを持っていると、受けることができると。そしてですね、さらに、国家試験なんていうものも、いろいろと受けれるようになるらしいです。例えばですけど、まあ、ならないですけどね、幼稚園、小学校の教員資格とか、土木関係の技術職であったりとか、国家公務員の採用試験であるとか、そういった諸々の国家資格ですね、も、受けれるようになるのが高卒認定ということで、そちらをですね、目指してやっていきたいなと思うんですが、今すぐ学習を始めれば、全6教科フルセット受講の場合は来年の8月試験に挑戦できますと。早めに学習をすればそれだけ時間と余裕が確保できます。この機会を逃さず早速受講されることをお勧めしますということなのでね、これはまあ全部でお値段の方がですね、6教科フルセットで本来であれば19万2000円のところ、今お得になっておりまして13万5千円ということでございますね。分割払いなら8500円かける16回払いだそうです。まあとりあえず13万5千円になるんでしょうけど、まあ、まあそこそこいいお値段をしますが、これで、高卒認定が取れるということであれば安い門年ではなかろうかと。皆さんね、まあ、ご存知だと思いますが、大検っていうのがありまして、大検っていうのは大学入学資格検定らしいんですよ。これは、ちょっとまたちょっと違うジャンルになりますね。はい、ということで、まあこれをやっていこうと思います。なので今後の僕の YouTube は勉強 YouTube という風になると思いますが、わかりませんが、もちろんね、他の企画もやっていきますけども、できる限りちゃんと勉強して合格目指して頑張るのでね、みんなも一緒に応援してください。それでは、次は教材が届いた時にまた開封動画等々上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。